皆さんこんにちは。お元気ですか？市民の皆さん、松本明憲です。木戸優希です。さて、12月1日からのお元気特集は歴史オブラリー水散歩の第2弾。今回は旧山田村編として山田地区を歩きながら地域にまつわる歴史に迫ります。旧竹中家の馬上門や紫雲寺の天井画を見て回ったり、伊佐奈木神社にも訪れますよ。新しいものと歴史を感じるものが混在した山田の魅力を紹介します。ぜひご覧ください。この番組は J コムチャンネル11チャンネルで毎日お昼の3時からと夜10時から放送しています。また YouTube でもご覧いただけます。吹田市お元気で検索してみてくださいね。